じゃーん。今日もいい景色。おはようございます。ドリキンです。さあ今日は日曜日。また、今日出張で日本にフライトするので準備しないといけないんですが、ちょっとこの出張道具がね、いろんなところに散りばめられているので、まずはその宝探しから始めないとです。ちょっとその前に、ドンと。これこのまだ開封できてないこれをとりあえず開けてから言っとかないと。じゃん、ダンボ君見つかったんで、じゃあまずはでかい箱からいきますか。これはね、でも実は若干ネタバレっぽくて、ここにツアーボックスって書いてあったんで、じゃじゃーんと真っ黒うっすらエンボスでロゴが入ってるけど、ドンとツアーボックス、マニュアルとクイックスタートアップガイドの下に、あ、思ったより全然ちっちゃい。あ、これはいいかも。じゃんと、この一見すると特殊なプレステの専用コントローラーのように見えますが、これ基本的にはあの左手キーボードみたいな感じですね。ホイールコントローラーとかくるくる回るやつとかつまみとか、動画や写真の編集が効率よくできるよっていう。これ思ったよりちっちゃいし、これは出張持ってけるかな。で、これかなり謎なんですよね。ジャンプ。お、これはハイパーデスクの、ハイパーディスクのポータブル SSD だ。これも今回の出張でめっちゃ活躍できるじゃないですか。ジャンプ。外付けの SSD といえばサムソンの T5 とかが、まあ有名中の有名ですけど、あれってだいたい 500Mbps ぐらい、500Mbps ぐらいの転送なんですけど、最近ね、まあ、サムソンも T7 とか出してますけど、この 1GB、まあ 1000Mbps って書いてますけど、だいたい 1GB ぐらいの転送速度がある USB のこの 3.1Gen2、分かりにくいんですけど USB3.1Gen2 世代に対応して、転送速度が従来の、まあ、高速外付け SSD の倍ぐらいになってる外付けディスクが結構いくつか出だしてて、それの1個ですね。そしてこれ最後が、これはあれですね、ムーンドックラボのアナモーフィックレンズとそのレンズをつけるアタッチメントなんですけど、開けてみるとこれネジとか、素晴らしい。ドライバーついてた。これが、この RX0 に専用で、こっちは、ジャンと、レンズ。これ本当にはまる？なんか、これを、ん？あれ？なんかこれ間違えてない？なんか、そういうことか。これで、焦った。これで入りました。超焦った。付け方としては、結構特殊で、これを、ちっちゃい方のネジで、ドライバーでまず、この、純正のフロントカバーを、まずはこれを外しますと。これもう、なくしちゃいけないから、これごと。スポット。で、この、ムーンドックのやつを上に乗せますと。で、多分こっち、ネジは多分足が違うからこっちを使えってことなんですよね。で、想像するにはこっちの足は新しいこっちの、もう一個のドライバーの方で、ドンピショ。こんな感じで、こんな感じで締めると、まあ、ほぼサイズ感変わらずに、この 37mm のレンズと、52mm のレンズが装着できるようになるから、この上にアナモーフィックレンズの、これがちゃんと止めた後に、ちゃんとここが調整できるようになってるから、こうもできるってことなのかな？縦とか横にもできるってことなのかな？フットプリントとしては、このくらい、指先1本分ぐらい。指先1本分ぐらいちょっと出っ張っちゃいますけど、それでもこれがもうあれじゃないですか、
あの世界最小シネマカメラ構成になるんじゃないですかね。さあこれが RX0 Mark II にアナモーフィックスレンズ、ムーンドッグのアナモーフィックレンズつけて撮ってますけど、まあ、今これレンズつけた状態でプレビューしてるとすごいこう左右が圧縮された状態で撮れてるんで、これ編集してみてどんな感じになるのかめちゃくちゃ楽しみ。なんかちょっとね、一個すごい可能性を感じてるのは、 RX0 Mark II はそんなに広角じゃないんですよね、レンズが。だからちょっと自撮りするのにどのくらい向くかなと思ってたんですけど、今これ見てもらうと、もうここにリングライトが映り込むぐらい、あのアナモーフィックレンズってこう左右が、圧縮されるんで、横にね、このレンズだと 1.3 倍ぐらい画角が横に広がるんですよね。そうすると結構オッサン度合いも減らして、外も背景も映り込むから、これでこのセットにすると、このカメラの画角のちょっと狭すぎた弱点も、実は克服できるんじゃないかと思って、その点もなんかすごい期待してるんですよね。いや、結構画角いいかもしれないですね。もう今年はあんまり物を増やしたくないので、この手のものはもうすぐに、ちゃんと片付けます。このハイパーデスクね、僕ちょっと、これすでにね、自分でも買ってたんで、自分が買ったやつが届いたのかと思ったら、これもう一個ね、なんか買った後に、この販売元の代理店さんが、あの、レビュー用にもう一台送ってくれたっていう。ということで、あとはもう、荷造り今から必死にして、出張準備します。じゃーん。あっさり出張準備完了です。今、最大の悩みは、このスカイディを持っていくかどうか。しょうがない。やっぱりこの、ツアーボックスを箱から出して、できるだけコンパクトにして、結構このツアーボックスの中に入ってる USB ケーブルがナイロンケーブルで僕のツボ。今回の出張向けにちょっともういろいろホテルに送りつけよう。カズさんに刺激されてまたもう一回中華製に僕も戻ろうかな。あとこのピークデザインのキャプチャー。これも今回ちょっとチャンスがあれば、両肩にマウントしてインスタ360R とGoPro Max 両肩にマウントしてドリ散歩撮ってみたいなと思うんで。さあじゃあだいたいこんなもんかな。インスタ360R と GoPro Max。 とりあえず毎度のごとく Galaxy タブレット S6 にコンテンツダウンロードしまくりだけど、さすがにネットが早くなったんでダウンロードめっちゃ早かったです。デバイス的にはこんなもんかな。今回はミニマムで、これがミニマムかって話はありますが、これをこのカバンに入れて落ちちゃった。このスマホ系が何気に地味に場所というか、サイドに入れとくと収まりが良さそう。こんな感じでコーティングしたんで安心して、 MacBook も入れて Galaxy タブも入れて、これで OK じゃないですか。なんか昨日夜すごい大雨降ってたんでちょっと心配したんですけど、今日はめっちゃ天気が回復してますね。むしろすごいいい天気、暑い。はい、はい、how are you? Good. It's empty. All it has ということで、毎度のことながらサンフランシスコ国際空港やってきましたけど、めっちゃ暑い。さあチェックイン。なんだこの暑さは。さあアナモーフィックレンズで撮るサンフランシスコ空港どうでしょう。このワイド感がいい感じ。うわ、なんかセキュリティがすごい背の 手前までせり出してきてる。
さあセキュリティあっさり抜けてやってまいりました。前回故障中だった、歩くほど動いてない。なんか最近は空港着いたらとりあえずここでランチ食べるのがなんかルーチンになってたんですけど、今日はちょっとランチ抜きます。一旦ちょっとお使いに行きます。おお、なんという奇跡。こっちは動いてました。お土産屋さん、ここは特にないんですよね。食いながらついつい見に来てしまう、このエクスポラレートリアム、言いづらい、ミュージアムのお土産コーナー。 NASA グッズとかある。スペース AR マグだって。何が AR なんだろう。 AR 要素が分かんないけど。あ、そしてここにある AR の意味はアストロリアリティなんだ。でも全く白紙のノートだけど、なんかスマホでかざすと何かできるのかな。このマグカップもなんかアプリと対応してるんですね。何かしら連携があるっぽいです。ここまで引っ張ってでも買わない。違う、僕は別にここにお土産買いに来たんではなかったです。これを買いに来た。いつも下野さんに頼まれるこのリチュアルのコーヒー豆2個ぐらい買ってきます。このリチュアルのこのウォーターボトル、かわいい。So one decaf Americano. Yeah, and two coffee bags. Thank you. You're welcome. ついでにちょっとディカフコーヒー飲んでゆっくりしよう。もうなんだかんだディカフにだいぶ慣れてきました。逆光で厳しいかな。ここら辺とか結構いい雰囲気なんですけど、ちょっと逆光かな。このカウンター席ちょっとぼちぼちあるけど、むしろこの RX0 の、 プリセットフォーカスだったらうまく撮れるかもしれないですね、タイムラプス。シャキン。ちょっと久々にこのスライダーを使ってみたんですけど、 RX0 Mark II レベルだとなんかもうここに普通に乗っけて動かしちゃって、本来はここに三脚アタッチメント、三脚穴アタッチメントみたいなのつけるんですけど、なんかもうこのまんま普通に乗っけて動かせるから運用もめっちゃ楽ですね。ちょっと半日 RX0 で運用してて、やっぱりこのソニーの新製品の Bluetooth のグリップ、これ欲しいって思ってポチろうと思ったら、これまだ発売してないんですね。 RX0 はどうしてもバッテリーがちっちゃいんで、バッテリーの持ちは α7R4 のようにはいかないんですが、まあこれでクイックチャージして、まあフルにまでは来てないですけど、だいぶ充電復活したんで。ちょっとね、バックパック言っても重いっすね。腰がやばいかも。久々に嫌な予感がします。反対側は壊れてました。4レーンあって1レーンしか動いてないっていう。まだ結構混んでますね。ギリ最後ぐらいでいいんですけど。ということで、なんかもういきなり入り口で Amazon のパッケージ届きましたって受け取ったんですけど、また今週も日本にやってまいりました。ということで今回は、ずっと途中からというか朝からこの RX0 Mark II に、アナモーフィックレンズ、ムーンドックのアナモーフィックレンズをつけて、ずっとまあ空港とかの様子撮ってたんですけど、いかがでしたかね。結構個人的には面白い。特にやっぱり 24mm でこれ画角がちょっと 狭いなというか、おっさんとか強いなと思ってたところに、こうこれトリミングしてるわけじゃなくて、本当に横方向圧縮して撮って伸ばしてるんで、かなりこう
横のね景色が入り込むので画角的にも24ミリにアナモーフィックだとすごい Vlog 向きな画角なんじゃないかなと個人的にはね機内でちょっと編集してたんですけどかなりいい感じで普段の Vlog これで撮るのありなんじゃないかなとやっぱり RX0 Mark II このバリアングルあるし、まあ、バリアングルフリップアングルあるし半押しすればオートフォーカスが調整できるようになったのがすごい神がかっててこれいきなり2020年 Vlog 最強カメラにこういい感じにランクインしてきそうな感じですということで皆さんの感想などもお聞かせいただければ幸いですということで今週もまた1週間よろしくお願いします。Yeah, such a clap. And I'm such a clap.